シティホールポストオフィス視聴者郵便局と裁判所は、ニューヨーク市マンハッタン区、シビックセンターにかつて建っていたビルである。視聴者郵便局と裁判所ビルは、ロワーマンハッタンのブロードウェイ沿い、ニューヨーク視聴者からシティホールパークを挟んで、南側の三角形の敷地に位置していた。建築会 N、アルフレッド B ・ムージットによる、設計の第二定性機建築様式のビルで、 1869年から1880年にかけて建てられた。この建物の評判はあまり良くなく、一般的にムーリットの怪物と呼ばれていた。1939年に解体され、この敷地にはシティホールパークが南に拡張された。1845年以来、ニューヨーク市の中央郵便局は、ナッソーストリート上のミドルオランダ教会内に、 置かれていた。これは18世紀の暗い色の建物で1860年代までにその容量が拡張された。最終的に議会は新しい中央郵便局の建設に予算をつけることを決定した。このプロジェクトの初期の計画は建設の設計コンペティションを通して実行された。52の設計案が提出されたがどれも採用されなかった。 コンペティションが失敗に終わった後、5つの建築事務所が共同して1つの設計を作成するために選ばれた。こうして、EN、リチャード・モリス・ハント、レンウィック・サンズ、EN、ナポレオン・ラブラン、シュルツ・シェーン、そして EN、ジョン・ペレが合同で、レンウィックのコーコラン美術館及び、ニューヨーク州会議児童を参考にした第2、 低世期建築のコンセプト作品を作り出した。それに対して、ムーリットは、この設計は、高額すぎると反対を申し入れ、最終的にムーリットがこのプロジェクトを引き受けることになった。しかし、このプロジェクトも、結局8,500万ドルかかることとなった。この彼の戦略は、ムーリットの完成作品に対して影響したと、考えられる。鉄の骨組みは、 メイン州ノックス郡のディックスアイランドで採石された淡い色の大遺跡で覆われていた。このビルはフランス大に定世期建築を取り入れており、現存しているセントルイスの旧郵便局及びワシントン DC の旧高政府ビルと類似しており、姉妹のようなものである。この建物の評判の悪さについては、1912年のニューヨークタイムズが次のように書いているムーリット郵便局は、 いつも建築的に目障りであり、最初からその屋根の下に入っている郵政や連邦裁判所にとって不満足なものであった。シティホールポストオフィスコートハウス地上5階の地下2階だけで、地上には中央郵便局、3から4階には法廷及び連邦政府機関が入っており、地下1階は郵便物の仕分け室、そして地下2階は機械室となっていた。 この建物には他の郵便局へ効率よく郵便物を配送するために寄礎管が備わっていた。良くなかったことは手狭な台形の敷地だったことから建物の視聴者とシティホールパーク側しか郵便物の配送に適していなかった。この建物が建っていた敷地のブロードウェイを挟んだ向かいにはウールワースビルが建っている。時が経つにつれ建築に対する 人々の考え方も変わってゆき、当時は厳しく批評されていた。この建物も現在では、ムーリットの最高の作品であるとみなされている。ありがとうございます。